どうも、ショータイムゴルフです。今日はですね、神奈川県横浜市にある、日の出町駅から徒歩2分ぐらいのところ、かっちゃんが働いているという、ね、中華料理屋さんに来ました。水曜っていうところのお店ですね。多分みんなもういると思うんで、中に入ってみたいと思います。明けましておめでとうございます。本日もよろしくお願いします。皆さんショータイムゴルフをお願いします。皆さんショータイムゴルフよろしくお願いします。全然撮ってないけど、お兄さん相変わらずカメラワーク下手だ。こっちでも撮ってるし、こっちでも撮ってる。相変わらずカメラワーク下手だね。その上カメラワーク下手かよ。ほんと自分ばっかりだよ、この人。相変わらずいつなん。僕が横浜で働いている。働いてるじゃないの、実家だろ。説明下手か。家業です。説明下手か。うちの家業です。それさっき撮ったよ。で、ここの裏社長が竹内輝樹っていうね。竹内輝樹は僕の社長ですよ。全然面白くない。大丈夫。僕の社長です。大丈夫。それ打ち合わせしといてもらって。全然面白くない。そういうボケしますだけは打ち合わせ。全然面白くないけど大丈夫。教えといてもらわないと反応できない。心配だな。今からたくさんうちの自慢の料理が。まあうまいけどね、本当にね。安いしね、リーズナブルだよね。この人これ何。これはね、豚、ミミガーで。ミミガー。ミミガーな。おつまみでね。美味しい。でさっきね、テレビ君とね、喋っててね、ちょっと前は水曜よく来てたよねって話になったの。今日食べるの辛いもん。え、辛いの無理だ。全然食えだ。明日多分ね、来るよ、ショータイム見てる人。マジで。うん。あ、なんか見た見た見た。コメント来たもん。はい。明日はお休みですかって言って。うん。ありがとう。明日も営業しております。勝也さんはいますか。いますよ。わかりました。ありがとうございます。これ来るね。かっちゃんファンだね。これちゃんファンだね、うん、あと個別でメッセージも別の人から来たからさ、うん、みんな来てほしいね。みんな来てほしいね。美味しいの。美味しい。かなりちゃんはね、ここにいないんで普段ね。かなりちゃん2000。収録でいるんでしょ。収録でいる。火曜日がいる。大体会えるよね。大体会える。来たら会える。いつでも会える。来たら会える。いつでも会える。カツヤ会える。カツヤ本当に会える。カツヤ会いに行ける。会いに行ける。カツヤみんな。勝也ね、正午に会いたかったらどこに行けばいいの。正午に会いたかったら俺はその辺歩いてるよ、よく。で、新宿界隈新宿界隈に行けば、テルキと正午が大体いるみたいです。うん、大体いるね。まあ、いるかな。大体いるね。だって週3ではテルキ君と一緒いるからね、確実に。そうだわ。Pだよ。Pだよ、Pピーゼメね。いや別に会いたければダイレクトメッセージしてくれれば会いますよ、僕は。いくらでも。どうすんの。どうすんの。なんか一緒にゴルフしましょうよって言われたら全然する。全然する。すごいね。どうぞ。僕なんかでよければね。身軽ですね。俺らでよければいつでもするよね。ショースさんと違って俺らそんななんかあれしてないからさ。これはね、結構ね、人気の蒸し鶏の冷菜っていう。これうまいよね。これうまいよ、ね。蒸し鶏。蒸し鶏。あ、そうだ。うん。これすぐ出てくるのいい。いいよね。いいですね。うま、ん。グッドポイントです。さすが。ねえ、カラオケ行こう、カラオケ、この後。それはソーバットです。ベリーバット。ベリーベリーバット。ソーバットです。ソーバット。ちょっとさ、31日大井競馬場だったのさ。うん。次の日さ、うん、家族で行って、みんなでさ、会社の人とかと、うん、最終レースで44番だった。マジ。あ、ごちそうさまです。ごちそうさまです。じゃあ頭いっちゃってて、単勝10万ぶっ込んで、それが4倍になって、馬単馬連当たって44番。最終レース買ったら財布の中身空っぽになって、なんなら彼女にお金借りてもらった。2000円借りた。一緒にいたん。一緒にいた。で、当たった。テルテルも最後当たって、うん、ここプラスだよね。いくら。2万ぐらい。やば。うん、どんどんやろうが。でも途中10レース終わって僕5万負けたんですよ。俺ね、俺は負けから勝ったから。俺は9レース終わって6万負けぐらいで、10レースで取り返して、うん、取り返してな、2万負けぐらいで11レース当たって、これも勝負食べれる、トントンになったかなぐらいで、そっから最終レースに有金セブンぶっ込んで取った。いくら持ってたの。15万ぐらい。15万持ってってないと思う。テルテル、5万円下ろしてテルテル返したの。おー、早くね。すごい、高弘、久しぶり。早っ。10円、そっち。
狭いから、狭いから、そっち。しげえ。兵庫のこと温めてあげて。そっち、そっち。たまには久しぶりだね。めっちゃ久しぶりだよ。兵庫のこと温めてあげて。寒がってるから。そっちだよ、攻めえよ。たまにはここに。かわいそすぎる。後輩後輩ショーはちょっとお前うるさいよ。うるさいから。声のボリューム的にはそこでちょうどいいぐらいだ。キャンボンベイ寒い。マジ寒い。ここガラスどうも。お月の前から僕家泊まってるじゃないですか。うん、彼これ多分1週間近くいるんですよ。もう疲れた。そろそろね、もうね、やばいっす。もう疲れた。そろそろ疲れない。もう疲れない。もう疲れてる。さすがに。もう1日目で疲れてる。もう10日ぐらいはいいかな。でも、すごい。でもさ、私尊敬するんだけど、なんでそんなにさ、喋れるの。ちょっと休憩したいと思わない。ちょっと喋るの休憩してんな。え、思ってる時あるよね。静かな時あるもんね。静かな時は山の手線乗ってる。そう、泣いてる。電車の中で。3周しちゃうんだよ、俺の手気づいたら。その髪型。髪型。ちょっと待って、髪型。だから、ちょっと起きたばっかりだから。できないんだよ。別にこんなとこできんなって関係ねえし。友の目。友の目。テル君と一緒行ってたと思う。一発で分かったから。なんで？めっちゃ声でかかった。みんな一生懸命パッティング練習してるのに、一人だけめっちゃ声でかかった。来ちゃったよ。もうみんな静かに練習してるところで。もう俺が静かになったら俺じゃなくて。ありがとうございます。あげましょう。行かないじゃん。どうなんですか。かなりちゃん、しげつけとこ。すいません、リーグセガハイボール。食べていい。ハイボール好きだね。餃子食べてみよう。餅つきの時は7杯ぐらい飲んだ。あ、餅つきしたんすか。行った。餅つきの動画出てるよ。マジで。え、今日とかですよね。今日出た。カメラってそんな感じでしたっけ。ダサくね。カメラってそんな感じだった。伸びちゃったの。人のこと言えねえだろ。伸びちゃったとかいう問題じゃないよ。もう切ったばかりだったから結構広かったから大丈夫。なんかしかもさ、さらになんかもう、さらになんかここ1週間でさらにボリュームアップした。そうなんだよ、伸びちゃったね。髪もボリュームアップしたしさ、こっちもボリュームアップ。こっちはね、すっげえ太った。正月太りがひどいじゃん、俺も。あなた、ただの正月太りだよ。正月でふっくら太った。何？久保さんの体重。俺正月痩せした。5キロ。え？5キロ。体重増えた。体重増えてない、全然。正月で5キロ太った。何食ってそんなに太った。親父がめっちゃ量かかっちゃう。作るからさ。ありがとう。はい、ありがとうございます。これではちょっと待っていいですか。手野菜炒め。テレキが好きな野菜炒め。今日はどういうさ、コンセプト。動画、動画のコンセプトは新年会。ただただ食べる動画でしょ。ほんとこの人よく食べるから。フードファイター動画。食べなよ、じゃあ全部食べていいよ。ボイ頼んだよ。食べます。ボイ頼んだよ。カナリちゃんいつ結婚すんの、カッちゃんと。出ました、台本マシン。台本マシンじゃねえ。打ち合わせ通りですね、これ。俺はいつでも。だから、いつも言ってるけど、君から行かないことには何も変わらないんだよ。動画にしちゃえ、それ。動画にしちゃえ。動画にしてしまえ。あっちがね、あっちがね。これはもういつでもって感じだけど。じゃあ俺今度、かなえちゃんのお父さんとゴルフした時言っとくわ。結婚するらしいっすよ。まあもうそんなお父さん、まあいいよ、買ったんだって大丈夫だよ。本当舐めてるよね、本当さんのこと。かっちゃんよろしくね。あれのなんかイケイケな感じだよね。毎晩そうだよね。毎晩クラブ行ってるんだよね。行けない。高広上の何個した。いや、1個した。1個だ。金のネックレスだもんね。金のネックレスがもうギンギラギンだよね。高広よく本当さ、トレーニングしてきたし、なんでこんなに食べるの。俺全然食べないのに。食べ始めたばっかじゃない。全然食べないのに太るんだよ、俺。何なのかな。ガリガリだったの。僕ね、でも高広は本当にさ、ガリガリだったよ。本当にガリガリだった。だって、アメリカ来た時、ゴルフあんまやってなかったんだもんね。54キロ。見てこの腕。ゴルフ始めたばっかだったんだっけ。高広のさ、高校の時のさ、写真をさ、翔太に送ってさ、ちょっとここにさ、貼っとくわ。あれよね、高広とさ、あれなんだっけ、高広ゴルフ始めたばっかだったからさ、なんか知んないけど、よく切れてさ、7番やん曲がったのとか使ってたよね。そうなの。うん、曲がったんですよとか言って、いきなり言うから、はっって。
なんで曲がんだよ、さ、蹴ったら曲がったって当たり前だよって話した思いがある。そんなすごいのないけど。まだ作ったか持ったか。いや、間違いなく得意の。だいぶ、それは作ってない。原型のストーリーはあるかもしれないけど。一番高広で面白かったのは、6番アイアンとか7番アイアンの溝の下を一回こうやって素振りして、土つけて埋めると飛ぶっつって。それでわざと打つ時あったよ。持った？あった。それは持ってない。それは持ってない。今まで3割増しぐらいかなと思ったけど、昨日3倍増ししたから。なんだっけ？3割。あのディズニーランド行ったんですよ。まあ行ってたね。なんか待ち時間120分だとか言って行ったら40分。それは3倍じゃねえかよ。違う違う。俺がスタッフに聞いた時120分ですって言われたんだよ。そんな本当だって。2分くらいでさ。本当2分とか減るわけないじゃん。これはもうクラブ行ったら入れ食い状態ですよ、翔太さん。言ったことないです。言ったことないです。全然ダメ。ダメださんにみんなの前で。マジで言ってたって。俺そんな登場してないのにアンチばっか吹いちゃったよ。勝也と高弘って言ったらもう女性キラー。口から出てるし。ICCA でそんなキャラじゃなかったでしょ。全然でしょ。勝也さんはでもさ、最近ツートップ。最近ちょっとね、でもやらしいんですよ。なんか2時間おきぐらいに、いや2時間おきはちょっと思ったけど。思ったけど、毎日なんか人前で。でこんな少なくなっちゃったのかなっつってこうやってお札数えはじめ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 つってだいぶ隠しいな、なんで減るんだろうって持ち歩いは20万ぐらい入ってんの、うん、今ね、現金持ち歩いてるんですか、そんな大金ほらやばほら、数えて出して数えて、あれなんで減ってんだろう、減ってないぞ、なんか薄え減ってます減ってない、ちょっと減った、減ってる。でさっきカナリちゃんに落とし物ちょうだいって言われて俺1枚あげた。俺にはないの。ないよ、ふざけんじゃん、マジ年上だろ。うん、年上だろ。ノーギャラで入ってんだよ。ノーギャラなんだよ。年下だから、もらあげないから、そういうのあげなきゃ、年下だから。もらっとけ。もらっとけ。手放さんだもんね。そう。いや、やばい。だこんな現金持ち歩いてる人います？俺の財布見る。俺すごい好きだよ、翔さんのお母さん。俺のお母さんが嫌いって言ってたよ。あ、俺のこと？だいぶショックだな。俺も聞いたわ、それ。ショックだったよ、それ。IJGM って本当みんないい子よね。でも、あの伊藤君って人？そうだよ。それだいぶショックでかいな。もうデルックのお母さんにも嫌われてんだよね。うん。親がき。そんな親の嫌われてる。嫌われてるっていうか、こいつがなんか補足部分。てだ、大映の時にさ、大映の時に編集してよ、あそこ。テルテルのお母さんのこと言った時。編集してくれないか、お母さん怒っちゃってんだよ、それで。何？なんだっけ、テルテルのお母さんに怖い。いや、マジ怖いんだよ、つって。いや、優しいからって。シェルちゃんがフォロー入れたの。いや俺は知らないよって、知らないよ。みそろそろ質問いきますか。週間目変わってる。質問集まった。うん、ちょっと翔太さん、ダウンスイングの指導でどこから動く意識でスイングしてますか。左膝。翔太さんに聞いてんだよ、バーカ。勝也さんは左膝ね。左腰。腰ね。左腰。翔吾はこれみんなの聞いてこよ。基本速くなっちゃわないようにゆっくり上げてゆっくり振る意識しかしてないからわからん。ちょっと質問いいですか。はい、どうぞどうぞ。翔太さん、その腰、はい、何腰。左腰。これいらないね。これいらない。左腰、はい、結構、まあ、アマチュアの方レッスンしてると腰を回す感覚、はい、前傾した状態で腰を回す感覚が、はい、いまいちわからないっていう人がやっぱ多いです。多い、確かに多い。どういう意識でちょっとこう腰を回すのかちょっと実演してみてもらっていいですか。実演するの。実演無理じゃない。バックスイングして、バックスイングして、で、指導は後ろに引く感じですかね。後ろに引く感じだ。肩を残す。そのまま残す。なるべく取るのはこうやってテレサルに回って。なるほど。それ取るわけ。ちょっと正面から。正面からいらないでしょ。絶対いらないでしょ。ここが最初に動くんだよっていう。トップから
やっぱ後ろに結構引ける感じですね。開かないの。でもちなみにさ、それによって前傾をキープしてる感じです、ね、ちなみにレッスンしてて腰を回すっていうとね、大体の人がその引きを引いちゃうんだよ、本当に後ろに。だからショーツさんのはさ、ショーツさんがここでさ、こういけるじゃん、大げさ言ったら、うん、こうやって引かれるじゃん、こっち足伸びるじゃん。アマチュアの人たちみんなこう引いちゃうんだよ、大げさ言ったら、うん、こうやって引く人が多い。多いですね。だからアマチュアの人基本スライスになっちゃうわけだ、うん、そうですね。右に体重が残って前傾が起きるみたいなのが、前傾も起きちゃうし、基本アッパーブローになったりスライスでカットから入ってきたりするから、いろんなパターンが起きちゃう、うん。でショーツさんの場合ここはしっかりこっちに乗ってこう伸びてくるからでしょ。まあ、上半身肩を開かないっていうのがポイントですね。肩開くから年点差じゃないですかね。こことここは一緒に行くからいけないでしょ。それだと年点差が上手くない。ここはこうやって残れってことでしょ。俺絶対できねえ。これ天気はどうやってさ教えてんの、そのわかんないって言われた時に。僕は腰を回すのは膝を伸ばしてくださいって。左でしょ。体重が乗った状態で膝が伸びれば腰も回ると僕は思います、ね。うん、左の足を伸ばすってことですね。左の膝、まあ、かかとを踏む動きから膝を伸ばしていく。体重、そうやってやるとイメージ難しいけど、体重って基本8の字に動くわけだからさ、基本8の字じゃん。だからバックスイングでどっちに乗りたいか、左足かかとに乗るってことはめったにないじゃない。フォロースルー入ってインパクトを迎えるときに左足のかかとに、右利きの人ね、右利きの人は左足かかとに体重が乗ったら絶対後ろに後傾するじゃん。だからフィニッシュ取れないじゃん、アマチュアの人は特に大会弱いから。でつま先に体重乗せたいってことはバックスイングで右足かかとに体重が乗らなきゃいけないわけ、基本的に。体重は8の字に動くから大体、だから右足かかとにしっかり乗ったものを左足つま先に踏み込んでいけないわけよ、アマチュアの人は。それを多分ゴルフをちっちゃい頃からやってる俺らは結構勝手にできちゃうんだよ、それ。だから難しいんだよ、それを伝えるのが。すごくプロゴルファーとかも多分みんな大体そうで、大体体重移動なんかあんま意識してないんだよ、それ。そうですね。だけどアマチュアの人としてそれをすごく意識するから、それをちゃんと言葉にして伝えてあげないと分かんないんだよ、多分。うん、珍しくいいこと言いました。次、はい、次です。いい質問でした、ありがとうございます。竹内プロ、はい、フェースの開閉をする意識でスイングしてますか。フェースローテーションってことですね。そう、もししていたらどこで開いてどこで閉じるイメージか。あーじゃあ、ね、質問者の名前もちょっと一応言っといた方がいい。ジョンソン・ローリン、はい、ジョンソン・ローリンさんね。ジョンソンさん基本的にはバックスイングで、まあ、ボールの位置、スタンスの、まあ、中心を基準として右側では絶対に開いていたい。餃子持ってほしい、餃子欲しいですよね。右側で閉じるのはやっぱり。すいません、餃子4人前追加。ハイボールください。餃子頼むなよ。ちょっと待って、ごめんね。超ごめん。開く意識だけですね、基本的には。閉じる意識は、閉じる動きっていうのはクラブが勝手にやってくれるものなので、基本的には開く意識しかしないです。もう全開で、僕の場合は特にガバーッと開けるまで開いて、あとは回転してくる。そしたら勝手に閉じてくるっていうようなクラブの。皆さんの簡単なプラフェード。じゃあ、10秒で、10秒で、10秒だって、はい、伊藤翔吾、1997年の3月31日生まれです。そこいる？めっちゃ言うな、めっちゃ言うな。音何言うの？今何してるかみたいな。はい、はい、所属はドルトムントです、ドイツで暮らしてます。違う、違う、そっちじゃない、そっちのプロフィールじゃなかった。はい。アメリカの大学でゴルフしてます。それだけです。はい、アメリカの大学でゴルフしてました。今プロを目指して YouTube やってます。はい、中国人の父親と母親に育てました。今は中国の中華料理屋で働いてます。国籍日本じゃねえかよ。二人ボケちゃったじゃん、もう。ボケいらないよ、そんなに。翔太さん、来年のプロの試合に出ますか。まだ分かりません。出られたらいいですねとしか言えないです。はい、それはでもその出られる仕組み、アマチュアが出られる仕組みをちょっと教えてあげた。アマチュアじゃないじゃん、だってもう今年休憩受けたでしょ。もうアマチュアじゃないですね。もうアマチュアじゃない。じゃあ今出られる仕組み、だから QT で、 QT っていうのがあってファイナル QT に残って、その上位何人か。上位30人、今40人、30人が来年のシーズン出られる。前半戦ファイナルはステージ4ですね。前半戦だよ。でも
その QT 以外ではないの、ちょっと予選会は、予選会はあるよ、毎試合の試合の予選会はいろんなマンデーとか、いろんな予選会はあるけど、それに通らないと、でもそれすごい競争率高いから、マンデーはね、マンデーはセカンド落ちだと出れない、出れない。あ、そうなんだ、俺とショーツさんはない、俺も多分出れない、ファイナリストじゃなきゃダメじゃない、いや、サードのギリギリ落ちるわ。あ、そう。じゃあ小生もしかしたらいけるかもね。小生はなんでは出てる、なので僕らは出れないということです。そう、はい、じゃあもう来年の、今年か、今年の QT 頑張るしかないんだ。そう、まあ予選会だね。だから日本オープンとかオープン試合は結構予選会、地区予選からあるから、だからそれは予選会通れば出れる。この去年、今年、去年か、去年のショーツさんの日本オープンみたいに予選会通れば出れる。また通りたいですね。そうだね、皆さん頑張ってください。伊藤君、なぜそんなにお金持ちなの？いや、親のおかげです。はい、親のおかげです、以上。竹内プロ、はい、以前副音声で自分のスイングでは右にボールを出してどれだけボールを捕まえられるかっていう感じのことを言ってたのと思いますが、具体的にどういうことを意識してボールを捕まえていますか？どういうことを意識してボールを捕まえてるか、捕まえるつもりないかもしれないです。右に出しっぱ、右に出して、まあ、さっきの開閉の話じゃないですけど、これ入ってるかカットされてるかもしれないけど、開いてクラブが勝手に閉じてきてくれるから、自分が捕まえに行こうとしなければ勝手にクラブが捕まえてくれるっていうような感覚の方が強いかもしれない。間違いない、ね、間違いない。捕まえに行くとフェースがやっぱり当たる前に被ってきちゃうから、それによって開いちゃったり、まあ、引っ掛けが出たり、アウトサイドからも入ってきやすいし、とりあえずインサイドからボールに叩けば、まあ、捕まるだろうぐらい、そうだね、それを信じて打つしかないみたいな、間違いないね、感じのそこ、それ間違いないと思う。竹内君はプロテスト一発合格ですか？テストは、ね、受けて、受けてないんですよ、QT です。彼と、まあ、翔太さんと同じような立場です、ね、受けてません。翔太はプロになるんやね。はい、皆さんに質問です。ゴルフを始めたきっかけとゴルフの魅力、あと得意クラブ教えてください。長いな。得意なクラブから。得意なクラブは何だろうな、2番やん。2番やん。勝谷さんかよ。ライバル、ライバルか、ライバル、ライバル、勝谷さんかよ。でゴルフを始めたきっかけは、もともと野球を8年ぐらいしてて、で、まあ父親も野球とゴルフをしてて、父親がやっぱりゴルフしてほしいみたいな、一緒にゴルフしたいみたいな感じで、普通に軽い感じで始めました。お父さんの影響ですね。そうですね。で、ゴルフの魅力、最後のホールとかでどんだけ悪くてもバーディー決めたりすると、また回りたいなって思っちゃうところですね。だって回ってる時、すごいハッピーな人いなくないですか？いない。絶対なかなかないですよね。よっぽどいい日じゃないと回ってて楽しいって思うことないですよね。ね、まあ僕はド M の精神だと思ってますよね。ちはね、ヘルキ君はね、だいぶ変人だよ。やっぱね、こう苦しいのがいい。好きだね、本当。だってしびれるのが。試合で着替えてほしいんだよ。それは嘘です。盛りました。本当だよ。この人盛りました。マスク血だらけで帰ってきたことあるのかな、家に。鼻血ですね。鼻血だっけ？血入ってない。血入ってない。盛りましたね。病気です、血入ったら。翔太。はい、翔太さん。始めたきっかけは親がやってたからで。いつからやってんの？俺は小 4?10歳。10歳。でも、その時サッカーの方が本気でやってたから、最初はじゃあそんなにプロ目指すとかじゃなくて、始めたのは中学生から。得意クラブはドライバー。お、間違いない。まあ、距離が武器ですからね。350ヤード飛ばすけど何か。今日もカレドニアでその話してたね、2人でね。18番ピッチングはバカでしょ。18番ピッチングはバカでしょ。俺今日だってマンフォローで、めっちゃフォローでセカンド6万円だよ俺。クソだな。すげえなと思うな。魅力でしょ。魅力はやっぱりさ、大人と回れることでしょ。大人と遊べることだね。間違いないね。それはゴルフやってなかったらさ、大人と遊ぶことはほぼほぼないじゃん。多分そこが僕は魅力かな。そうですね。はい、はい、カツヤさん、ありがとうございます。得意クラブは2万円です。ちょっと俺に、俺が言う。得意クラブは2万円です。ゴルフを始めたきっかけはアメリカに行きたくなったからです。行きますね。じゃあゴルフを始めたきっかけで、これはね、タカヒロと似てんだけどね、まあ
俺はもともと弟がやってたんだよ。あ、そうなんですね。弟とお父さんがやってて、まあ、結構イケメンの弟、イケメンね、イケメン佐久間薫さんっていう結構なんかコーチング界でまあまあそうそうそう、エスメセットゴルフ、エスメソットゴルフっていうの有名な人に弟が当ててそうそうそう、俺はずっと野球とバスケをやってたから、たまたま高校1年の春休みちょうどバスケ部の練習がなくなって、弟が練習行くからついてこいよ、それが初めて、初めですね。それでゴルフ始めました。はい、得意クラブは、2番アイアン2番アイアン、ほら、2番アイアン殿下の方と得意になりたいクラブはドライバー、肩より使ってますよ、苦手なクラブ2番アイアン、苦手なクラブ、まあ、それはドライバーってことですか。もうドライバーってことだね。そういうことですね。距離を伸ばしたい、はい、餃子が来ました。餃子来ました。餃子いっぱい。ゴルフの魅力はね、これはね、最近思うようになったんですけど、やっぱゴルフって辛いじゃないですか、どんだけミスをカバーしてきたか、これ人生に通じるんじゃないかと仕事でもそうだなみたいな、やっぱほらもうちょっとさ、プリとか打って投げやりに なったらさ、なってももうこれ連乱でいいやみたいなこともできるわけじゃん。でもそれをもう連乱じゃない、これ最後までやりきるぞ、まあ、まあでもそれは確かに言えてるかもね、っていうね、このメンタルの、これを仕事に、そういう仕事でもね、恋愛でもね、人生でも通じるじゃん。それ間違いないと思う、はい、っていうふうに思ってやってるね、最近は。美味しい、まあ、皆さんぜひやってみてください。それ間違いないんじゃない。はい、どうぞ。ゴルフを始めたきっかけは気づいたらやってました。はい、2歳ぐらいからやってるか記憶ない。でも得意クラブ、はい、なんだろう、前、昔はサンドだった、今苦手。めっちゃ分かったし、ね、サンドは得意だったけど、60ヤードくらい圏内は全部もう今はマジ苦手になったアジチードからコーチに乗せるんだ。めっちゃ言われた。出た現地のコーチのね、あのピッチングで転がせとか絶対嫌だと思って、58度で乗せるんだよみたいな。めっちゃふわってあげるの教えてもらう。今ね、なんだこれ、全然フェイス乗んなくなっちゃったから苦手だね。今日朝3発ぐらいトップしか知らない、トップとシャンクしか知らない練習場で、パンッと、みたいな。何やってんだろう。だから得意クラブは今ね、多分ね、8番アイアンピンポイント8番アイアンだったらバーディー取れるって思うんだ。今日4つバーディー取ったうちの3つ8番アイアンだよ。始めたきっかけは父の影響ですね。この人だいたい6歳ぐらい、でも真剣にやり始めたのは8歳ぐらい。全国2位だからね、この人。こんなとこにいる。中学の時で、過去の全中ね。あの伊藤正道くんがいたせいで1位になれなかった。伊藤正道って同級生だから。2日間で9打差つけられて2位っていう。伊藤正道って今何してる。プロだよ、チャレンジとか出てる。もっとスーパープレーヤーだって。俺らがね、高校の時とかね、ビッグだからね、うん、ビッグスターだよね、俺らの世代だとね。はい、得意クラブは今サンドじゃない。得意なクラブないっすね。アイアンめっちゃうまいっすよ。全部かな。全部出た全部です。魅力は全部得意。魅力はまあさっきも言いましたけど、やっぱこう、あの苦しいのが苦しいの下がらない。痺れた時のこう、自分のこう限界に挑戦する感じがいいところだね。じゃあ次いきますよ。はい、はい、皆さんはどれくらいの頻度で会ってるんですか。でもね、これ最近なんか始まってから会う、結構会う。でも、勝也さんとは俺結構会ってるよ。会ってるって時期もあったみたいな。時期はあった。俺が町田で働いてた時はマジ週3で会ってた。今は今は月1ぐらい。俺は今逆にテルフ君とか多い。毎日だもんね、ほぼね。いや、まあまあ、そうだ。週5ぐらいは一緒に。ここはあれだよね、会ってないっすよね。ここは全然会ってない。だって学校行ってんじゃん、アメリカ。アメリカの学校行ってくから。帰って夏とクリスマス帰ってくるときに、まあ、勝也さんと翔太さんは、まあ、1回、2回はゴルフしますよね。翔太さんは結構ゴルフしますね。高広に会うのね、1年ぶりぐらい。1年ちょっとぶり。あの大会以来ですよね。だって高広が翔のゴルフ嫌ってる。そう。違う違う、これ、嫌ってるとかじゃなくて、ちょっとね、あの、アメリカの時高広が否定しない。否定しない。否定したくていいんだけど別に。高広が頭勝手に進んじゃったけど。すごい。頭良かった。俺がバタだったからね。高広が俺とは思ってないんだよ基本。
基本合わなかったからアメリカの時あんま仲良くなかったもん。なるほど。でも野球やったよね、一緒にね。野球やった。野球やった。これが全部用具。これが全部用具か。野球やった。もうなんかみんなにやってほしい。野球道具、スポーツ用品店で全員分買って野球やろうぜ。俺らもスポンサーだもんね。買った買った。道具とかまで買ったもんね。キャッチャーのね。マジやばかった。キャッチャーも買ったね。ビールビール。結構めっちゃ楽しかったし。楽しかったよね。小生うまかったしね。小生万能だよね。何やらしてもできるもんね、あいつね。スポーツ出身。伊藤くんの工房は一般のおっさんでもできるのかなって、はい、どういうこと一般のおっさん、どっち自分ができるのか、一般のおっさんでも、そう俺のところで作れるのかってこと、うん、僕にダイレクトメッセージくれればいつでも対応しますだそうです。どういう感じの工房なの。工房やってるんだ。工房やってるってか、もう事務所に自分たちのクラブいじるためだけに作ったお客さんが増えてきちゃって普通にやってる。クレジットカードも出るし会社持ってるんでね。この前翔太くんが藤倉さんのシャフトをおすすめしたけど、いい感じなのかな。いや、いい感じでしょ。めっちゃいいです。使ってください。藤倉のシャフト、性能いいよね。めっちゃいい。翔生くん、勝也くんに教えてもらった出会い系どうだった。翔生は全然って言ってた。翔生ね、全然ダメだって言ってた。全然真面目に全然ダメだって言ってた。本当に俺はやったことないんだけどね。本当に友達。勝也くんはどうだったんですか。いや、俺マジでやったことない。友達のレビュー。おっと、来たよ。勝也ちゃん、出会い系どうだったの。お父さん、はい。かなりちゃん怒ってるよ。これピーで。お前やば。じゃあ次行きますか。はい。僕が余っててそのプレゼントお願いします。何がいいか。俺も欲しいな。視聴者プレゼント。